どうも、星出郎でございます。三木沙織さんの手紙を聞いてください。「死んでもあなたと暮らしていたいと今日まで勤めたこの私だけど、二人で育てた小鳥を逃がし、二人で会えたこの縁燃やしましょう。何が悪いのか今もわからない、誰のせいなのか今もわからない。涙で綴りかけたお別れの手紙。